疲れ様でした。お疲れ様でした。うん、おやすみ。いやいやいや顔が死んでたから。あ、そう、はい、いや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 、これで気分を上げてください。気分を上げてください、はい、アルフォート、アルフォート、うん、飾っとく。やめようかそれは。アルフォート、アルフォートでございます。テンション上げていきましょう。今回ですね、ブルボンのアルフォートミニチョコレートミルクティー全粒粉入りビスケットでございます。紅茶の香りが広がるミルクティーの味のチョコレートに香ばしい全粒粉入りのビスケットを組み合わせました。心地よいミルクの味わいと香り高い紅茶の風味をお楽しみくださいってあります。裏にね、裏にね、裏にね、ブルボンさんです。ブルゾンじゃないです。昔やったなこれ。本当、うん、あの桜とちいちゃんでパパでやった時にブルボンって言ったらブルゾンって言ってブルゾンじゃないよって言ってたよ。あれ気になるんだけど、うん、子供らが遊んでますって書いて飾っとく。飾っといちゃダメだよ、食べようよ。眺めよう、眺めて食べた気になるさ。さっきなんて言った、眺めよって言った。眺めよって、眺めて食べた気になろう。それの逆、中メニュー、中メニュー、どうぞ。食べたいよ、じーって食べたいよ。お供え物みたいになっちゃうからね。うん、いってきます、いってきます。開かないです。開いた。おー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 おお、あれだね、方角のあれだね、うん、そうなんだ、うん、だって E とか書いてある。あ、本当だ、書いてあった。ダブルとか書いてあるよ、 NW とか、うん、分かった、 NNW とか。くしゃみで。あ、出なかった、行ったから出なかった、はい、そこもちゃんと使うんだ。じゃじゃん、なんかさ、いっぱい入ってない、うん、いっぱい入ってるね。あ、いつもさ、もっとさ、余裕あることない。だからミンなんじゃない。あ、そっか、ミニか、普通の感覚でいたから。なんかお寿司みたいになる。そうだね、反ってるね、反ってるし、逆反りだよね、お寿司とは。そうね、うん、船見たくなってる、うん、ネタとシャリがずれてるみたいなね。では、はい、もらいます。もらいます。やってくれないの。やってくれないのかと思って。紅茶の香りが、紅茶の香りが、うん、本当じゃ鼻詰まってるもんで分かんない。ずれてる。表と裏って。そうそう、表と裏。逆さだよ。あ、そう、本当だ、絵が逆さだよ。こんな感じです。ネタとシャリみたいなずれてる。どうなんだろうね。本当だね、紅茶の匂いが、紅茶家電っぽいね、匂いが、うん、はい、いただきます。はい、あのビスケットと一緒に食べても、あの紅茶の味が、うん、うん、風味も負けてないね。全粒粉って何？全粒粉は何？サクサク感出るね、うん、美味しい。あ、全粒粉は小麦粉の全部、粉にしてなくて、小麦粉の表皮と胚芽と胚乳を全て粉にしたものが全粒粉なんで、うん、へで、胚乳だけを用いる通常の小麦粉と比べ栄養価が高く、うん、薄力粉と比べて3倍程度の食物繊維や鉄分を含むビタミン B1 の含有量も高いだって、うん、食物繊維と鉄分まで入ってるんだっていい、ね、でビタミン B1、 お腹空いた時とかにも栄養が高いから、うん、普通のお菓子に比べたらまだいいってことだ、多分、多分。はい、ということでね、今回はね、アルフォートミニチョコレートミルクティー全粉入りビスケットを買って食べてみました。どうでしたか、うん、美味しかった、美味しかった。、うん、バランス良かったね。そうだね、ビスケットと、うんうん、チョコレートと、うん、でさらに紅茶の味も、うん、しっかりしてた、うん、本当に香りも良かったね。そうね、匂いね、本当に、うんうん、ね、最後確認。ミルクティーっぽい感じだね、うん、そうね、ミルクティーだからね、うんうん、ミルクティーだね。では、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ツイッターと
インスタグラムやってるんでフォローそちらの方もよろしくお願いします。ツイッターの方フォローしていただけると、まあ最近ちょっと更新遅れてますけど、ね、新しい情報入ってくると思うんでよろしくお願いします。